版画をする準備をしましょう。台の上にインクや版画を、インクを載せるトレー、それからインクをつける場所、すり取る場所などこのようにセットします。ゴミ袋も吊るしておきましょう。まずインクを伸ばします。インクはトレーの上の方にローラーの幅だけ出します。ローラーにインクを少しつけたら、ローラーは一方通行に回します。行ったり帰ったりしたのではインクは伸びません。向こうまで行ったら持ち上げてください。横にも伸ばしましょう。これでローラーにまんべんなくインクがつきました。次に版にインクをつけます。先ほどインクをつけたローラーでギュッと押さえながら1回だけつけます。もうこれでインクが薄くなりましたから、またローラーに先ほどと同じようにたっぷりインクをつけて、しっかりと押さえながら違う向きにインクをつけます。これを繰り返していきます。インクは必ず1回するごとにつけましょう。2回目にするときは、1回目に下に敷いていた新聞をそのまま使います。インクの付け方は1回目と同じです。トレーの上で一方通行にインクをつけたら、しっかりとローラーを持ってゆっくりインクをつけます。